タンプできたね。できたね。親が早速買ってた。皆さんも よく使ってください。よく使ってたわ。ペニーさん使ってほしいな。もう扱ったところで見られへんねんけど。ペンギンさんに送ってあげよう。 LINE 知らんやん。まあいつか。それで OK とかってさ送ってたらやばいな。どうもおはようございます。学校で流行るかもよ。やるかもしれんわ。アンジュさんのさ、イヒヒって笑ってるやつめっちゃ可愛かった。学力バトルでペンギン先生にヘルプの電話してほしかったです。あー確かに。学校にかけてペンギン先生いますか、ペンギンってなって、ペンギン先生です、ペンギンってなって、あー負けずに。へーもあれば知らんかったんよ。一瞬思った、アンジュさんイヒヒなやったら私へへへねんなと思って。おはようございます。あと6分くらいか。まるまる中学校ですって劇場に響いてたらおもろかった。確かにね。おい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 ってなるよな。しかも劇場やからもう終わり、全員が聞こえる。ワンタンメンさんギフトありがとうございます。
おはようございます。ワンタンメンさん、ギフトありがとうございます。何時起き？今日はね、遅かったの。6時40分に起きた。でも6時40分に起きてこの時間に配信してるのはすごない？どんだけ準備早いの。おはようございます。夜ができたらいいんやけどさ、8時までやから絶対無理やん。だから朝やるね。夜できたらもう夜がいいねんけど。電話は誰にかけるつもりやったの？なんかみひなちゃんって思ってんけど、その日お話し会やからさ、あかんかって。でまあ全員電話じゃなくていいしいいかーってなって終わってた。みひなちゃん賢い。佐藤くんさん、ギフトありがとうございます。いやでも面白い回答はしてくれそうやん。きっと賢いよ。うんうん、きっと賢い。ヘルプになるのか。なるなる、面白くしてくれるはず、きっと。きっとあの子ならさぞ盛り上げてくれることでしょう。でもゆきなちゃんあったらおもろいな。絶対賢いチームではなさそうやけど入ってたの。だてちゃんさん、ギフトありがとうございます。ソルさん、ギフトありがとうございます。でも可愛かった、ゆきなちゃん。おはようございます。伊達ちゃんさん、ギフトありがとうございます。面白く回答した人の方が印象に残るから。そうだからみひなちゃんと思ってんけど、忙しかったようです。面白そうやん。めっちゃおもろかってさ、めっちゃ前の最初の方のお話し会の時に、あのみひなちゃんとソロコーデやるってなって、服買いに行って、なるさ、店内で流れてた曲でさ、めっちゃ踊り始めてさ、もうね、おもろかってさ。ともひこさん、ギフトありがとうございます。めっちゃおもろかった。急に踊り出すからで爆笑してさ、ツボってさ、めっちゃおもろかった。あ、待って15分や。で、まろ、まるさん、ま、うん、さあ、ありがとうございます、ギフト。13位が宝野さん、ありがとうございます。12位がソルさん、ありがとうございます。11位が上田和樹さん、ありがとうございます。これが。11位、じゃあ10位がひよこさん、ありゃー。10位が RC さんになった、ありがとうございます。9位がひよこさん、ありがとうございます。8位がジンさん、ありが、シンジさん、ありがとうございます。7位が佐藤くんさん、ありがとうございます。6位がお豆さん、ありがとうございます。
5位がマサッチさん、ありがとうございます。4位がタカヒトさん、ありがとうございます。3位がワンタンメンさん、ありがとうございます。2位がダテちゃんさん、ありがとうございます。1位がマルルさん、ありがとうございます。よし、15分経ったよね。ありがとうございました。あー、ラインスタンプ邪気入ってるんちゃ欲しかった。確かに言うてなかったわ。今度やろう。今度あるか知らんけど。じゃあねー。